いや、つまがりちゃん、この間さ、うん、練習場に行ったわけ、うん、そしたらなんかね、あの、なんつってたかな、横文字でトップトレーサーレンジみたいな、なんかあれすごいね、初めて体験。めっちゃ使ってる。あ、本当、あれなんか打った球がさ、バーって見えて、うん、なんかあれすごい感動しちゃって、感動山ちゃんだったんだけど、あれ いいよね。つまがりちゃん知ってる？あれ知ってる知ってる。俺もね、しょっちゅうバーチャルラウンドしてる。バーチャルラウンドしてんだ。あの、セントアンドリュースとか回れるから。あ、そうなの。今度ちょっとじゃあやってみようかな。やった方がいい。ちょっと今絶賛ハマり山ちゃんです、あれに。いや、いいよあれは。あ、本当、楽しい。練習が変わるね。あ、本当に。変わる変わる。まあ確かに、ね、お疲れ様です。履き心地どうですか？おいおいな、早いな。グッとくるね、グッとくるね。これね、いいよ。うん、何、ちょっと展開がめちゃくちゃ早い。なんでなんか短パンかよ。ちょっとニューバランスだけど。そんなにいいよこれ。すごいじゃん、いつもロングパンツ履いてるからあれだけど、今日ちょっとスカートスタイルで。そうだね、なんかまた履いてるパターンのやつかよ。そうそうそう、なんかね、めっちゃいい。あの、今日仕事してたけど、楽似合ってますけど。楽楽、めっちゃいい。シレちゃん、シレちゃんいますか？お願いします、シレちゃん。いやいや、早いなおい。まあどうせその展開だろうとは思ってたけど。いや、つまがりちゃん、ちょっといつものことだけどさ、うん、ちゃんとそれ、これ入荷するって決める前にいろいろちゃんと聞いてから、まあ、製品のこと、そう、ゴルフ用品のこと分かってからやった方がいいよ。でもゴルフ用品には悪いものはないから。ああ、もうなんか、まあ、まあ、大丈夫だから。それいつも言う、まあそういうね、つまがりちゃんが好きで俺はこの店に通ってる常連なんだけどね。でも改めてちゃんと聞こう。ああ、そうね。どうせつまがりちゃん分かんないんだろ、この性能のこととか、ね、なんかいいよ。でも、なんかいいよぐらいね、履いてていいよ、だと思った。推しポイント3つありますから。推しポイント3つ、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、推しポイント言う前に待って、これよく見たらさ、これピンじゃない？これピンのゴルフシューズ。珍しいでしょ。珍しいね、ピンってゴルフシューズ出してたんだね。そう、出してたのよ。これ何、いつ頃からこれピンゴルフシューズやってんの？ピンのシューズは一応去年の春ぐらいから。ああ、そうなんだ。展開してて、あ、やっぱそうだよね。なんかあんまりピンのゴルフシューズってイメージ、うん、まあ、山ちゃんも含めてこれ見てる人もあんま持ってないかもしれない、うん、じゃあちょっと聞こうか。ポイント一つ目は軽量です。軽量、確かに軽い。軽いの、ゴルフシューズなのかって思うぐらい。なのか、大丈夫なのかって思うぐらい。ゴルフシューズなのか、うん、そうじゃないのか、どうなんだいみたいなこと。そう、軽い。そんな軽いの、うん、どうですか、一日この仕事してて。全然楽だね。楽ですか？なんか疲れない。これならなんか18ホールカートに乗りがちな俺も乗らないでラウンドしちゃおうかなって思うぐらい、うん、歩いちゃおうかなって感じ。歩いちゃおうかなって、走っちゃおうかなぐらい。走っちゃおう、まあそれどうでもいいんだけど。スピードゴルフ出ちゃおうかなって思う。そんな、何、もうスニーカーレベルの軽さ、うん、もうゴルフシューズってまあクラシックなものだったら割と重さだったりするし、うん、あれだけど、もう結構軽い。何グラムだっけ？ 27.5 でだいたい400グラムぐらい。400グラムぐらい。卵で例えるとだいたい何個分ぐらい？卵は難しいな。卵で言うと何グラムぐらいだろうね。あ、まあまあ、じゃあごめんなさい、10個ぐらい。ポイントの2つ目は履き心地とグリップ性能の両立です。あ、なんかもうそれっぽい、なんかそれちょっとそれっぽいのが続くな、おい、軽量から。でもね、履き心地いいよ、本当に。あ、ほんま。なんかで、あと頼れないかなと思ったのやっぱ、うん、ニット、これニットだしさ。あ、そこがニットになってる。そう、ニットだと、なんかニットだと、うん、なんかすごい動きそうじゃん、こう。まあそうね。でもそれが意外と適度なホールド感があるから、あ、すごい履き心地はいいし、なんか頼りなさもそんなないかな。あとはまあ本当はね、ゴルフ場で試したかったけど、ここのやっぱグリップもすごい効きそう、うん、ここはなんかポイントもしっかりしてるしね、スパイク力もあるんでしょ、これ多分。あります、あります、あります、あります。今日のあんちゃん大丈夫かよ、なんかあんまり喋ってないぞ、これ。これいき、なんかつまがりちゃんの方が初の喋り会みたいになってるぞ、これ。履いたから。履いてっから。履いてっから。いけてんの？そう、履いてないですから今。あ、それで履いてなくても分かっとけよ、もうそれ仕入れてきてる側なんだろ、それ。じゃあ僕からも一つ、うん、ちょっと周りがこのシューズのちょっと加工されてて、うん、ちょっともう朝露ぐらいの水とかであれば、うん、防水性能もあるので、その辺はちょっと安心して履けるゴルフシューズになってます。ああ、なあ、ニットなのね。ニットなの。通気性もあって、ちゃんとこう防水機能もちゃんとある、はい、知ってんじゃん。そうなんですよ。最初から飛ばしていきなさいよ。
あ、いいね。でも今のところ悪くないね、うん、結構グリップ効きそうな感じはするから、うん、多分斜面とかでも全然安心できるんじゃない。スパイクレスだけど、うん、なんかスパイクに匹敵そうな感じはする、うん、本当試したい。そうです、スイングしても大丈夫っぽい。あ、全然大丈夫。ちょっとやってみなさいよ。じゃあスイング、ちょっと俺のスイングはなかなか見れないから。なんだよそれどんなスペシャル感出してんだよそんな。ポイント3つ目は限定カラーです。限定カラー、なんだよ限定カラーって。うちの店のために作られた特別な限定カラーで、うちの店でしか買うことができないんです。もう何回も何回もうちの店、うん、うちの店って そんなにだから儲かってもねえだろうよ。もうつまがりちゃん、30年やってるから。いやそれだから、それ何の保証にもなってないよそれ。パイプあるから、太いパイプあるから。そうなんだ、すげえすごいね。太客持ってっから。つまがりちゃんとこそんな力あったんだ。実はいるから。何その限定カラーっていうところは、本当ここの店のためだけに作られた、そういうグロシューズってことでいいのかい。そうです。ああそう、そうもうすごいね。じゃあもうここでしか買えない。ここでしか買えない。もうカラー、それ何がもうその色がってことなんだろうけど、このブルーの部分ね。ブルーの部分があなかなかない。あ、我々がこだわってこの色を配色した。あ、水色っていうのかな、うん、なんか爽やかだね、うん、さっきつまがりちゃん履いてんの見たけど、なんか本当短パンとかにもめちゃくちゃ相性良さそうだね。最高だと思う。 これからのね季節はいいと思う。なんかね芝居も早いし、かっこいいと思う。ここ爽やかとかかっこいいで言うと、これつまがりちゃんが履くんじゃなくて、よくあんちゃんが履いた方が良かったんじゃないのかおい。これ履く人間違ってないかおい。それはまあ、うん、仕方がない。もうこれでも天下のピンさんにさ、お前限定カラーってその、いやまあつまがりちゃんのお店でもさすがにこれなかなかそんなすぐにはいかなかったと思うけど、これちょっと経緯を教えてよ経緯を。実はそのピンさんと一緒に企画をして練ってこのカラーにしようってことでうちで発売することになったんです。あ、じゃあこっちからピンさんに。そうです。相談して。はい。太いパイプがあるんだよ本当に。意外とある。イケメンな顔して言って本当に。30年やってくる。3の手が、そうじゃない、3の手が嫌いだな。それそうやって指出す人あんまり山ちゃん好きじゃないよ。つながりちゃん今日もお疲れちゃん。お疲れ様でしたね。ゴルフシューズピンさんと、うん、限定カラーかっこいい ね。持ってる人もまだ少ないだろうしピンさん。あ、確かにね、爽やかでいい色だね、うん、これちなみに英語でライトブルーっていうんでしょ、これ水色のことは。これライトブルーだろうね。ライトブルー、ちょっとなんかライトブルー、ちょっと発音よく言ってみて。ライトブルー、ライトブルーでしょ。いやなんかもうちょっとなんかいやいや、ライトブルー L でしょ、だってライト、うん、そうライトブルー、ライトライトライトブルーブルーライトブルーブルー、そこ広げる。いいか